はい、おはようございます。ロサンゼルスの浩平です。昨日もですね、YouTube ライブさせてもらったんですけれども、昨晩50人以上の方が、来てくださいました。どうもありがとうございます。まあ、50人って、少ないなとかちょっと思われたりするかもしれませんけれども、僕にとったらこんな小規模なチャンネルでもそうやって見てくださって、中には待ってくださってまで見てくださった方がいらっしゃいまして、非常に感謝で、嬉しい感じです。ありがとうございます。はい、また引き続きですね、週1回やらさせていただけたらなと、思っている感じですね。はい、でですね、今日はちょっと今動画撮る予定ではなかったんですけれども、ちょっと急遽動画を撮ることにしまして、ロサンゼルス、日本からですね、大丈夫ですかとか、ちょっとね、なんかニュースで話題にもなっているのか分かりませんけれども、ちょっとそういうお声もいただいたんで、ちょっと一つ今動画を撮らせておこうと、撮らさせていただこうと思ったんですね。ロサンゼルスですね、今非常に荒れてきているんですよ。これ今全米各地でちょっと今すごい荒れてきている状態で、ちょっと規模がだんだん大きくなってきているんですね。で、それは、そのミネソタ州の動画とかでも、非常にあちらこちらで出回っているんで、皆さんもご存知だと思うんですけれども、それを発端にですね、非常に良くない状態になってきているという感じなんです。そのどれぐらい、ひどい状態かというと、領事館、ロサンゼルスの、領事館からメールが来まして、それが金曜日かな、金曜日の夜に確かメールが来たんですよ、 E メールで。その暴動というか、デモとか集会が、あるかもしれないので、もしあっても、興味本位で絶対に近づかないでってほしいという、連絡があったわけなんですね。そういう可能性があるという、起きる可能性があるということで、そうやってご連絡をいただいたわけなんですけれども、で、それが金曜日の夜かな。で、それでですね、昨日の土曜日の夜に、またちょっと E メールが来まして、ロサンゼルスのダウンタウンで、もう外出、禁止令が、市長さんから出されたということなんですね。で、それは、外出自粛とかではなくて、外出禁止ということなんです。で、それはどういう意味かというと、いわゆる、出ていると、逮捕される可能性もありますし、その外出しているとですね、ロサンゼルス市で。その時間帯が確かね、夜8時ぐらい、土曜日の夜8時ぐらいから、明日の5時半ぐらいまでっていう、時間帯だったと思うんですけれども、その間外出禁止令がちょっと一度出されたわけです。で、それが、ダウンタウンだけだったのが、ロサンゼルス市全体で、そういったことが、出されたわけなんですね。ですんで、非常に、危険な状態であったということなんです。で、これはロサンゼルス市だけではなくて、今ちょっとね、あちらこちらの州でも今起きてまして、非常にまずい状態なんです。この暴動がですね、ですんで、これはコロナの影響で外出したらダメとかじゃなくて、今回はこの暴動が、非常に危険な状態だということで、外出禁止っていうことなんですよ。どれぐらい危険かというと、例えばですよ、ロサンゼルスにでも高級店、そういうブランドとか売ってるお店とかですね、そういった地域、場所、シティがあるわけなんですけれども、そういった場所にですね、ガラスとかを割って、お店のものを盗んでいくとか、そういったことなんかが、今起きているわけなんです。で、あとですね、車を焼かれたりとか、そういった情報とかも入ってきてまして、暴動というかもう、なんていうかな、犯罪ですよね。ですんで、かなり悪い状態なんですよ。で、あとフリーウェイ、アメリカにはこの、フリーウェイ、カリフォルニアにもいっぱいあるんですけれども、いわゆる、そのあちらこちらに出入り口が、あって、そこに乗れば、スピードを出して、乗っていいというフリーウェイがあるんですけれども、そのフリーウェイも、ちょっと一部クローズ、閉められちゃったりとか、閉めているという状態だったんですよ。ですんで、非常に良くない状態だったわけです。でね、僕、昨日ライブ終わって、すぐ寝たんですけども、その寝るちょっと直前までちょっといろいろ調べてたら、ちょっとやっぱりいろんな場所で暴動とかも起きていてですね。で、あと僕の住んでる地域っていうのは結構ロスでも街から外れた場所なんですね。で、割と古い家とかがいっぱいあって、で、おじいさんとかおばあさんが結構住んでる地域に住んでるんですけれども、そういった地域でもわーとかキャーとかなんか結構聞こえてきたりしたんですよ。で、良くない、なんか怖いなっていうような感じで、で、あとね、なんかバンバンと花火の音かなんかよくわからないんですけど、そういった音も夜何回も聞こえまして、でね、もう近所の犬とかもワン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 ね、吠えているぐらい、何があったんだっていうような感じで、それぐらい結構うるさかったんですよ。
で、まあ、うちの犬も、まあ、ちょっとなんかびっくりしたのか、なんやっていう顔でね、ちょっと驚いていたっていう、まあ、そういった、まあ、昨日の夜はそういった感じだったんですね。まあ、なんかガラスの瓶とかバーンって割れたとか、音とかもしてですね、まあ、それはたまたま割れたのかわかりませんけれども、ちょっともう怖くなって、窓とかですね、まあ、普段夜ちょっと開けていること多いんですけれども、もう閉めましたもんね。ちょっと怖くなって。うん。まあ、そういった感じです。今ね、結構コロナでですね、まあ、皆さん、やっぱストレスとか、やっぱ溜まっている、そういった背景とかもあると思うんですね。ね、それは、ああやって、まあ、罪もない人がね、ミネソタでああいう風な形に残念ながらなっちゃったわけなんですけれども、でも、まあ、それを発端にですね、まあ、皆さん、まあ、特にこちらに住んでる日本人とかも言うのが、いや、それはそれで、お店に入って盗むとか、車を焼いたりとか、まあ、そういった犯罪ですね、それはまた別問題だろうと、まあ、言う人たち、やっぱり多いわけなんです。まあ、それはそうですよね。で、ね、まあ、普段からストレスがちょっと溜まって、今回より、まあ、このタイミングで、まあ、なんていうタイミングなのかなとも思うんですけれども、今、このカリフォルニアですと、だんだん自粛っていうのがなくなってきてた状態だったんですよ。外とか、出ていっている人たちがちょっと増え始めてきたっていう感じの時に、またこれで、ちょっと、自粛しているっていうような、しないといけないっていうような、まあ、なんか、そういう雰囲気あるんですね。うん。まあ、ね、本当今、まあ、皆さんも見てても、やっぱストレスね、やっぱ溜まっている人多いと思うんです。失業してしまったり、もしくは失業しかけていたりとかいう中で、なんかもうムカムカしているとか。で、ね、やっぱ外に行けない。中にはね、まあいろんな人いますけれども、もう何日間ももう家に閉じこもっているとか。まあ僕も引きこもりですよ。引きこもりですけれども、まあたまにはね、公園とか行ってね、ストレス発散というか、そういう緑の、まあ、匂いっていうか、そういうの嗅いで、まあ気持ちを落ち着かせたいとかそういうのあるんですけれども、ね、やっぱり家にね、もういないといけないっていう、まあやっぱストレス溜まっちゃうと思うんですよ。そういう状態が続くと。まあそういった中で、まあこういったこともなんかそういう方もきっかけになったのかななんて、思っている感じなんですね。うん。で、ね、今本当に、こちらに住んでる、まあ外国人、ですね。まあ、今回のコロナで本当に帰国してしまった人とか多いんですよ。うん、失業とか、会社の関係とかで。うん、で、今ですね、まあ、そういった、まあ、他にも留学生さんとかですね、ね、もちろんこちら日本の留学生さんとかもいるんですけれども、今こういう良くない状態が続いてて、ね、もう今学校も、まあ、ほとんど閉まっていると思うんですけれども、まあ、どうせね、そういう、まあ、オンライン授業とかそういうのだったら、もう、日本に、帰ってしまおうかとか、そういう人たち、まあ、残ってる人たちでもそういった人たちがちょっと考え始めているっていうような、まあ、そういう状況ですね。外出もしにくいわけなんで。うん、なかなか厳しい状態です。まさかここまで、このカリフォルニアが、そこまでひどくなるとは思ってはなかったんですけれども、かなりひどい状態、思ったより、まあ、ひどい状態だなと思って、で、日本でもそれで話題になったのかなと思います。でですね、これからですよ、多分、もう良くなる、今ね、これ、良くなる情報、良い情報って、今もうあんまりないんですよね。本当悪い情報ばっかりで、もう経済とかもね、このカリフォルニアですとめっちゃ失業率とか高いんですけれども、他の州に比べて。まあ本当これからどんどん悪くなっていく一方で、まあ良い話はもう残念ながらないんですね。ですんで、まあ厳しい状態がまあ続いていくだろうなと、まあ僕はまあ思います。まあ、このチャンネルを見ていらっしゃる方はね、半分近くがアメリカのね、住んでいらっしゃる方だと思うんですけれども、皆さんの住まれている地域なんかはどうでしょうか？うん。ね、昨日もね、ライブでお話何人かさせてもらったんですけれども、ちょっとロサンゼルスに買い物に行こうと思ったら、もう危なくて引き返された方とか、僕の友達とかもですね、今ね、ようやくちょっと外に出ていい感じなんで、外に出て行こうとしたら、家に戻られたとか、そういう友達とかもいまして、まあ非常に良くない状態なんですね。またアメリカ在住の方も、またどういった地域、どういった感じなのかとか、またコメント欄とか残してもらえたら嬉しいです。で、またこういった情報も、たまにアップデートしていきたいと思っておりますんで、よろしくお願いします。はい。ではですね、最後にまたピーナッツに、お菓子ですね。お菓子、軟骨ジャーキーがもう本当にわずか、あと、4粒ぐらいかな。はい。これ、あげて終わりたいと思いますね。はい。
ではですね、あ、もうあれ取れるかな、一応少し、もう最後になってみましたね、はいはい、では、こんな感じです。うん、まあ、皆さんもお気をつけて、今ね、その悪いニュースばっかりでね、もう本当暗くなるような話ばっかりなんですよね。もう本当に、まあ、僕は普段の動画からね、そのなるべく楽に生きるためにはとか、まあ、偉そうなことをちょっと言ってる、セミリタイアとかも話させてもらったりしてるんですけれども、まあ、今本当に厳しい状態です。また、こういったロサンゼルスのアップデートですね、していきたいと思います。はい、では、もうない。はい、もう本当になくなりました。また違うお菓子あげたいと思います。はい。では以上です。最後までご視聴ありがとうございました。